料理研究家、菓子研究家、シュワフワ研究家のシエです。混ぜて焼くだけで簡単にできるヨーグルト仕立てのヘルシーなスフレの作り方をご紹介します。オーブンはあらかじめ160度に予熱しておきます。家庭用のオーブンは扉を開けると温度が下がるので、予熱は実際の焼く温度より10度高めに設定しておきます。15センチの型に合うようクッキングシートを切り敷いておきます。生地が膨らむので側面はやや高めに切っておくと良いでしょう。こんな感じです。底が抜けるタイプの方は湯煎の際に水が入らないようアルミ箔で覆っておきます。卵は大きめのボウルに卵黄と卵白に分けたら、卵黄にヨーグルトを加えて混ぜていきます。レッツ混ぜ混ぜ。サラダ油とレモン汁を入れて、ヨーグルトの塊がなくなり滑らかになるまで泡立て器でよく混ぜます。サラダ油には小麦粉のグルテンを滑らかにして生地を柔らかくする働きがあります。薄力粉とコーンスターチは均一にしっかりと混ぜ合わせて、先ほどの生地にふるいながら加えて混ぜましょう。レッツ混ぜ混ぜ。コーンスターチを入れることで生地がふんわりと膨らみ軽い仕上がりになります。別のボウルに卵白と砂糖を入れ、しなやかな角が立つまで高速で5、6分ほどかけてしっかりと泡立てます。はじめから砂糖を入れることで時間はかかりますが、泡立ちすぎずきめ細やかなメレンゲになります。我ながら上出来、メレンゲ研究家になろうかな。泡立てたメレンゲを先ほどの卵黄の生地に一すくい入れてゴムベラでなじませたら、残りのメレンゲも加えて泡を潰さないよう均一になるまで混ぜましょう。おいしくなーれ、おいしくなーれ。ここで混ぜすぎるとメレンゲが潰れたりグルテンが余計に出て膨らみが悪くなるので注意してください。なんだかいい感じに混ざったら、混ぜた生地をスプーンにつけ、型とクッキングシートを固定してから、生地をなんていうんですかね、テレテレっと、タラタラっと、トロトロっと流し入れて、型を何回か軽く落とし中の空気を抜きます。割れないように焼けるかな。バットなどの深い容器に布巾を1枚敷き、その上に型を置いたら、容器に熱湯を2センチほど注ぎます。予熱しておいたオーブンを10度下げ、150度で20分焼き、その後140度に下げ、さらに30分ほど焼きます。焼いている途中に膨らみすぎてひび割れしそうな時は、オーブンの扉を1回開けて空気を逃がしてあげてください。下にコップなどを置いて底を抜きます。ガッといかないように慎重にいきましょうね。あ、気にせずクッキングシートを剥がしましょう。口の中がシュワフワ。あ、ヨーグルトの風味が追いかけてきた。ご覧ください、この表情。食べてみたくなったでしょ？